アラライい山の山麓に、ケアラケヘ高校校舎が見える。ケアラケヘ高校は、アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島のコナチックに2つある、公立高校の1つで、1921年に創立された歴史ある、コナワエナ高校に対して、1997年に創立された新しい高校である。ケアラケヘ高校は1997年に、これまであった歴史ある、 コナワイナ高校のずっと北に設置されて、現在の地区別では、北コナ地区にケアラケヘ高校が、南コナ地区にコナワイナ高校があるようになっている。坂を下ると、ホノコハウ校やカロコホノコハウ国立歴史公園がある場所である。ケアラケヘは、ハワイ語で、折れ曲がった道を意味する。創立当初は、生徒数407名であったが、現在は1600名である。 学区は、北ナ地区のホルアロア、カイルアコナから、南小原地区のアイコロア、プアコまでのハワイ州で最も広い地域をカバーしている。創立以来、ウィリフリット、村上先生が校長を務めている。ケアラケヘ高校の比較的近くには、ケアラケヘ小学校、中学校もある地域にある。少し北には、ハワイコミュニティカレッジもある。学生全員は、毎朝、 市民プログラムと称する時間を過ごし、アメリカ市民としての義務、権利、世界の様子などを学生同士が学んでいる。上級市民プログラムとして様々な学びもあるが、モデルユナイテッドネーションズとロボティクスをジャスティン・ブラウン先生の指導で行っているのが特徴と言われる。モデル国連は2010年に始まっており、国際交流について学べるようになっている。ロボット技術を学び、 応用するティキティックチーム3880があり、島内、州内、全米、国際試合に参加している。住所はで、交通は、ハワイ修道19号線で、キーレケックパークウェイへ入り、アネッキを誇るハイウェイで右折して、ピュフリフリストリートへ入ったところにある。ヒストリー・オブ・ザ・スクール・ハット、カオレクホ、ハイスクール・アドバンスト・グローバル・シチズンシップ。 モデルユナイテッドネーションズハットカオレクホロボティクスありがとうございます。